ほどまでは HPC におられて、そこからピースウィンズジャパンに行ってウガンダに駐在するところまでお話しいただいたかなと思ってるんですけど、ちょっと駐在のところもう少し深掘りしたいなと思っていて、はい、先ほどシェルターのお話あったじゃないですか、はい、人道支援としてシェルターを作るっていうところで、そこのプロセスってどういう風になってるのかっていうところをお聞きしたいんですけど、難民の方がウガンダに来られて、その後シェルターを用意するまでのちょっとプロセスって簡単にお聞きしてもいいですか。はい、シェルターのプロセスというよりも入ってきてからどういう流れになるのかっていうので、緊急でその紛争が起こったエリアで逃げてくるということなの で、そういった状態で家族とかもしくは一人でとかで逃げ延びて国境付近に達してウガンダの国内に入って、で入国して多分国境付近にポイントがあって、そこで受け付けてるところがあるの でそこでまずピックアップされて、そこからトラックとかに乗ってセトルメントの方まで入ります。でそこにまず仮で受け付けてるようなセンターみたいなところがあるので、そこで自分自身の ID 登録とかそういった難民登録みたいなのとか行って、はい、でまあその仮住居みたいなのがあるので、そこで大人数で 1,2 週間自分の住んでいいよって言われるところに連れて行ってもらうんですけれども、それまでちょっと待つ期間っていうのがあって、はい、でそこでいろいろと手続きがあると思うので、はい、それが済んだら実際の自分の住むところに行くんですけれども、でそこで普通に自分でシェルターとかを作っていけそうな方に対しては道具を渡す形になって、そこから自分で土を固めたものをこうやって積み上げていくような形になっていくんですけど、その道具を支給されて、で、まあ、シェルター以外だと食料とか配布センターみたいなところに一定期間で行ってっていう、そういった流れもあるので、そういったものをいろいろ受け取りつつその自分の住まいの場所に行くっていうようなイメージですかね。で一方で私たちが支援しているのは、例えば女性の人と子どもの世帯ですとか病弱な方とか自分たちで作っていくことが難しい方に対しては、我々が作るっていうことになるので。なるほど、そういうことなんですね。簡単にじゃあ難民で来られた方っていうのは、ある一定の施設とかにいて登録作業であったりだとか ID 申請みたいな、そこで一定期間いてその後来ますと。そうです。ウガンダではセトルメントっていうところに行って、はい、じゃあそこでまず2つに分けられますと。1つは自分たちで自立して家を建てられたりだとか、うん、生活できるような環境を整えられる人と整えられない人に分けられると。でそこの判断はやっぱり子供とか女性の方、もしくは身体的に障害を持っている方っていうところでサポートしないといけないっていうところがあるので、そこに対してアプローチをしているような形になるんですね。そうですね、はい、なるほど、ありがとうございます。イメージつきました。じゃあ話変えたいなと思ってるんですけど、はい、ウガンダにいたじゃないですか、はい、ウガンダの食事って合いました？あんまり合わなかったですねなんか僕のイメージだからと、うん、アジアとかオーストラリアとかにも行かれてるんで、うん、すごく海外の食事には適応されるのかなと思ったんですけど、ウガンダはちょっと難しかった感じです。全然食べれるし美味しいとも感じたんですけれども、はい、バリエーションが少ないというのがあるのかな、はいはいはい、なので長期で滞在しているとやはり自炊とかを組み合わせないと無理かな、ちょっと飽きが来てしまったりするので、はい、そうなんですね、はい、あれですよね、作物のバリエーションは多いけどスープとかそういう系が少ないって感じですかね、うん、もあるし、自分がいたところが僻地だったので食料の巡ってこないというか、その魚があんまり来なかったりとかフルーツがあんま売ってなかったりとか、はい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 、市場に行ってもそんなにないみたいなことがまあまああるので、はいはい、そうなんですね。ほぼずっと食べてたの何と何でした？ホテル住まいの時があったんですけど、一定期間その時はホテルの提供してくれてるやつで、ちょっと唐揚げに似てるタイプの食べ物と、はい、あとパスタですね。パスタずっとそれでしたよく頼んでました。はい、はい、ありがとうございます。生活環境っていうところまでは理解したんですけど、はい、駐在員だからこそいろんな経験されると思うんですね。一番何を経験したのかっていうところをちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど、何かありますか？そうですね、駐在員としての経験で言うと、やはりそれまで自分経験がない状態で入らせてもらって、で、まあ、国際スタッフという立場になってウガンダ事務所っていうのがあって、そこに日本から派遣された国際スタッフということで、ローカルスタッフを雇用していて、彼らのマネジメントとかもしていくっていう責任がある立場だったので、貴重な経験をさせていただいたなというふうに思います。ありがとうございます。だから自分の中で駐在を実際されてみて、途上国で国際スタッフとして働かれてるっていうのが初めての多分経験だと思うんですけど、やる前とやった後自分の中での価値観の変化ってありましたか？一番自分自身の中で変化を感じていたのはタフになった、うんうん、様々な物事が起こるので、そういったものに対処していくうちに若干動じなくなったという、はい、心の余裕っていうのかもしれないんですけれども、はい、そういった感じには思います。なるほど。やっぱプロジェクトを運営されている中で、まあ、うまくいかないことが日本よりも
多分何倍もあるっていうことなんですよね。自分がもうこれどうしようもないなみたいな出来事もありました、うん、どうしようもないまではいかなかったかもしれないんですけど、はい、ちょっと課題として あったのが、先ほど言っていたシェルターの事業で大人からの要望に対して現地側はそうじゃないんじゃないかっていうようなことがあって、その中でも結局事業が途中中断して何ヶ月もの間進捗がないまま過ごさなきゃいけなくなってしまってっていうことがあったので、いや難しいですね、はい、プロジェクトの管理っていう観点でいくとやっぱり予算ありきっていうところもあるんで、ドナーとのコミュニケーションもしないといけないし、ローカルスタッフの人たちともコミュニケーションを取らないといけないし、かつそこにいらっしゃる難民の方に対してもコミュニケーションを取らないといけないん で、ね、これ難しいですね。まあ、なんでそういう観点で問題とかが発生した時も動じずに対応できるようになったっていうところが自分の中でも価値観の変化ですかね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと今まで NGO で海外駐在っていうところもお話しいただいたんですけれども、今までのあゆみさんの人生を通してちょっと最後にお聞きしたいことが3つありまして、そこをお聞きできればなと思ってるんですけど、はい、まずオーストラリアの大学とかにも行かれてますし、小さい時にアジアにもボランティア行かれていて、海外駐在も途上国でされてきたと思うんですけど、海外から見て日本っていうのはどういう風に見えるのかっていうところをまずお聞きしたいんですけど、そこってどうですか？海外を経験してみて、オーストラリアで留学した直後にすごく感じていたのは、日本で今までずっと暮らしていた自分はとてもすごい恵まれていたなって思いましたし、これがオーストラリアに行った直後に思ったっていうのはちょっと変なんですけれども、なんでそう思ったかっていうと、そのオーストラリア自体は別に先進国だし問題ないんじゃないかって、もちろん住むのに全く問題はないんですけれども、日本が便利すぎた、これにつきますよね。なるほど、何でもあるので、はい、そういうことですね。そうですね。でその後途上国とかウガンダの経験を通して、まあ、身に染めて持ったのが恵まれていたなっていうのもありますし、とてもその平和な国だと思いますし、はい、なるほど、ありがとうございます。やっぱり日本にいたら感じられないような便利さとか、ちょっとしたことでもこれあると便利だなと思うことが、途上国とか先進国であっても違いがあるというところで、感動すると思います。長期期間日本から出て日本にまた帰ってきてっていう経験したら、ちっちゃいことに感動してしまう、はい、コンビニとかの存在とか、ね、確かに店員さんがちょっと優しいとかね、そうそうそう、サービス、そうですよね、本当に、うん、素晴らしいと思います。ちょっとした確かに気遣いっていうところは、うん、日本はやっぱすごい進んでますよね、うん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 、でいろんなところで確かに便利さっていうところは分かるかもしれないです ね、 一方で今ちょっと話してて感じたのが、うん、オーストラリアとの比較で言った話なんですけれども、はい、大学卒業してからなんか数年チャランポランやったとしても全く世間の目みたいなそういうのないので、なんだろう、自分のやりたいようにやっていく人たちが多いかなっていう印象だったんですけれども、うんうん、やっぱり日本はこの後どうするの、はい、っていうのはやっぱりあったりするし、でこういう国際協力の分野で働くとコントラクトベースの方も多いかなっていうふうに思うので、はい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 、世間体とかをその気にする方々とのぶつかりっていうのはあるかもしれないですね。そっか、そういうところは確かにありますよね、うん、ありがとうございます。あともう一点、ずっと昔から国際協力っていうところに興味を持って、そこから国際協力の道に携わられてたかと思うんですけど、うん、あゆみさんにとって国際協力って何ですか？私の中では NGO ですとか国連機関ですとか、そういったそのグローバルな支援を行っている方々が共通して持っているような認識だと思うんですけれども、自分の国だけじゃなくて海外とか外の環境で住んでいる人たちのことを気にかけて世界的なレベルでの平和を目指していくみたいな、そういった認識のことかなというふうに思ってます。なるほど、世界目線でそういった平和を考えていくとか、そういったところが目線にとっての国際協力なんじゃないかと考えていらっしゃるということですね。はい、そうです。はい、ありがとうございます。じゃあ最後になんですけれども、国際協力に興味を持っている方に一言アドバイスするとしたら何ですかね？あまりとらわれずに思うがまま進んでいっていただけたらと思います、うんうん、本当にこれをこうして正解みたいな道があるわけではないと思うので、うんうん、特にないと思うんですけど、この業界は、はい、なのでいろいろな情報で、まあ、試行錯誤しながらやっていっていいんじゃないかなというふうに思います。なるほど、自分で情報を取って自分がそれに興味を持っていきたいなと思うんだったら、考えるよりもアクションを起こせと。そうですね、飛び込めと。はい、まあそうですよね、ウガンダに行って食事合わない中生活すると、まあ、行って分かることもいっぱいありますもんね。そうですね、行ってみないと分かんなかったりしますもんね、うん、
なんであくまでもここで得られる情報っていうのは、まあ、それまででしかなくて、そうだった部分もあるし、そうじゃない部分も現地に行って分かることもあるから、まずは行動しようってことですね。はい、はい、ありがとうございました。今日はですね、国際協力の中の NGO、NPO に携わられていて、かつ人道支援をされてきたあゆみさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。